はい。ナマステ。えっ、ー、と、このビデオは反転事業の4本目のビデオになりますね。うん、この4本目のビデオでは、えー、反転事業に必要なツールについてお話ししたいと思います。えー、今回はルームというものをあのご紹介しますので、まずルームについて話して、その後、ルームの使い方についてもお話しします。はい。最初。じゃあ、まずルームとはどういうものでしょうか。<laughs> えっと、ルームっていうのはですね、実は今、私が、えっ、ー、と、このプレゼンテーションを、あのー、録画しているのが、まさにこのルームですね。こうやって、えー、自分の顔を見せています。自分の顔を見せながら、パソコンの画面を録画することができますね。で、これは Google Chrome のための拡張機能で、この URL からダウンロードというかインストールすることができます。えー、Chrome があれば、Windows でも Mac でも、もちろん Chromebook でも使うことができます。 で、動画をオンラインでそのまま共有することができますね。ただし、無料版、お金を払わないと5分までです。えー、で、でも教育期間だったらそれより長く使うことができます。うん、ただ、私はですね、5分でも大丈夫だと思っています。で、なんでかっていうと、これマイクロラーニングっていうんですけど、最近の人は皆さんとても忙しいので、5分のビデオをたくさん作って、毎日少しずつ見てもらう。 そういう勉強の方法が最近は、あの、うん。あの、最近の世の中に合っているからですね。はい。で、実際に使うときは、えー、ここのところにですね、あの、こういうマークが、あの、入っていれば、もうインストールができています。はい。で、その後で、あ、もうここからは私ちょっとこれ消しますよ。自分の顔は今消します。はい。 えー、その後こういう画面が出てくるので、まずこれを押すわけですね。そしたらこの画面が出てくるので、このスタートレコーディングというのを押します。ただその時はまだすぐには始まりません。えー、ここにですね、your entire screen, application window, chrome tab っていうのがあります。慣れてない時、初めて使う時はこの your entire screen を使ってください。選んでください。で、この辺をカチッて、 待ってね。カチッてクリックして、その後このシェアをクリックします。はい。えー、そうすると、こうやってカウントダウンが始まりますね。3、2、1、0として、そして、あの、レコーディングが始まります。はい。えー、であの、そうするとですね。うん、はい。えー、ちょっと待ってね。はい。まあ、いいや。はい。あの、ここのところに、ちょっとね、今見にくくで申し訳ないんですけど、 おはい、えー。ちょっと見にくくて申し訳ないんですが、ここをいじると、このカメラの、自分のカメラの大きさをあの変えることができます。そして話し終わったら、この、えー、チェックマークを押します。それで、えー、レコーディングが終わりますね。はい。レコーディングが終わったら、このシェアの、次にこういうページが出てきますね。そしてこのシェアの,、えーま、あのボタンをクリックします。 で、そして、このコピーリンク。これをカチッてクリックしますね。で、その、えー、コピーしたリンクを、えー、Google、あの、クラスルームとか、WhatsApp とか、Slack とか、そういうところで、学生とシェアをするといいと思います。ただ、ちょっと問題はですね、これお金を払わないフリーバージョンだと、えー、一人のユーザーに25本しかビデオを保存することができませんね。えー、なので、その場合はダウンロードして何回も、 あの、消すことができます。そしたらずっと使うことができますね。えー、この、あの、ビデオをダウンロードするには、ここの、えっ、ー、と、リンクのところですね。ここ、このマークをカチッとクリックして、このダウンロード。これを押せばいいです。で、そしてダウンロードしたビデオを YouTube などにアップロードしてください。 え最後に、ルームを使えないときは、Windows の人はショートカットでね、Windows キー、Alt キー、そして R のキーを一緒に押すと、えー、ビデオのスクリーンキャストを、えー、レコードすることができますねで。この場合はもちろん、ただ、あの、録画しているだけですから、えー、それを後で YouTube などにアップロードして、そのリンクを学習者にシェアする必要があります。はい。えー、それでは、 本日の私のビデオはここまでになります。フィルミレンゲー。